この劣勢を跳ね返すことができるか。そして今度はコブラクラッチに入った。拷問式に入るか。王さん、秋山ももう一つステップアップするにはこの窮地をどう切り抜けるか課題になるでしょうね。まあ、そうですね、ですけども、まあ、こうやってねやられてやられて一日にその、はい、強さがね身に効いてきますよ。ああ、たまらず小橋カットに入ります。たまらず小橋がカットに入ります。秋山純、そして赤コーナーに戻ってこれるか。川田が出てまいりました。なおも捕まっています。秋山純、先週放送の広島大会、この川田にシングルマッチで17分34秒ラリアットの前に敗れ去りました。1回目の対決は14分37秒、それよりは長く戦いました。そして蹴られても倒されても向かっていきました。その点では自分でもなんとか成長したんではないかと話していましたが、今日も捕まってしまいました。秋山純、小橋がまたカットに入る。15分が経過しました。60分の一本勝負、三沢小橋秋山対川田田上口の対決、同世代軍対兵器軍の全面戦争、鹿児島アリーナ93サマーアクションシリーズ。秋山が捕まっています。ブレインバッター、そしてすぐさま抑え込む。カウントは2。サッカーボールキック、汗びっちょりの川田俊明、ボディースラム、なおもサッカーボールキック。この窮地を耐えてしのいで、そして大きくなりたい秋山です。まさに全日本プロレスの未来を握る男。今度はスレッジプランに入った。三谷小橋がカットに入っていきます。それにしても秋山純、カットではなく自らの力で窮地を出してほしい。さあ、タッチ成立。三沢が出てきた。三沢と川田です。三沢と川田、決定。おー、三沢の表情がものすごいぞ。エルボー打ち込んでいく。黄金のエルボー、おっと引きが出てきた。その後ろのエルボー、そして田上でのエルボー、黄金のエルボー、三冠を取ったエルボー、炸裂。さあ、三沢怒りに火がつきました。ロープに振り返された、スティキック、これは完全に受け止めている。次は後ろから飛ばしていく。わずかな隙をつきました。膝の裏にロープを狙っていきます。次、それにしてもセイキュン、次がいいところでサポートに入ってきます。さあ、川田と三沢膝を食らいに行きます。2月29日武道館で三冠ベルトをかけて対決いたします。おっと、この川田、ここでは無理はしません。田上にタッチをいたしました。田上が今度は先ほど木がきっかけを作った三沢の左膝を攻めていきます。三沢コールが起こる。なおも足も捉えていきます。大きな三沢コール。さあ、三沢これに耐えられるか。現在三冠ヘビー級タイトル3度防衛、去年の8月ハンセンからタイトルを出し、そして10月には川田をタイガースープレックス破りました。そして今年の2月田上を破り、そして今年の5月ハンセンを破りました。そして7月、今年の7月川田を相手に過去誰もが成し得なかった4回目の防衛にチャレンジいたします。三沢光晴、今度は節が出てきた正規軍。青コーナー、三沢を宙吊りにする。三沢を宙吊りにする。そしてバックスイングを取ってドロップキック、膝に命中。さあ、そして川田が三沢の膝を蹴っていく。これはこの後このシリーズの戦いにも影響していかねない三沢への膝への集中攻撃であります。正規軍、そしてレッグスプリットに入ります。馬場さん、これだけ膝を痛めつけられますと三沢この後の戦いが心配ですね。そうですね、まあ、ですが三沢は本当に我慢強いですからね。さあ、なおも不死のえぐい攻め。三沢、我慢の限界はどこか。堪忍袋の尾が切れるか。そして STF に入りました。七、しかもポジションは青コーナーのサイド。いい位置で STF。
赤コーナーの長寿大軍からはかなり遠い。秋山、そして小橋の背中が見えている。青コーナーで捕まっています三沢光晴。そして川田が出てまいります。ゆっくりと出てくる川田俊明。完全に川田の視線には、そしてその目の先には三冠ベルト、そして三沢の姿、はっきりと捉えられています。肩逆襟固めに入りました。なおも取り返らせる高校の先輩、そして全日本プロレスの先輩、いつも三沢の背中を見て三沢を追いかけて走ってまいりました川田。三沢を痛めつけて、そして今度は田上にタッチいたします。なおも膝を取っていきます。ニークラッシュ、ニークラッシャーに入りました田上。こうなってくると三沢はこの試合跳躍力も塞がれてしまいます。円髄切り、これは的確に当たっていない。田上が手でカットしている。20分が経過しました。さあエルボーに活路を見出し、そして小橋にタッチ。小橋が出てきた。あっと小橋一塁に投げ倒されます。そしてロープに振られた。キックは待っているが、おーとラリアットで切り返す。さあ小橋が歯を食いしばった時に何かが起こるぞ。ロープに飛んでフライングショルダー。そして秋山にタッチ。何を見せるか、合体技か。コーナーに来て秋山をホイップする。秋山の口差しに、そして小橋の口差しに、なおも合体ダブルのドロップキック。片指に固めます。秋山東スライ軍でハスラッとしたファイト、秋山純です。スプリンバスター高速スカッとフォール、カウントは2。さあ秋山、そして今度は小橋にタッチを見せる。流れが俄然京都大軍に傾いてまいりました。大きな声が出る。巨体を持ち上げた小橋、ハングタイムが長い。ブレインバスターであります。カバーに入った。カウントは2。さあ京都大軍の流れになってまいりました。熱っこいための正規軍、そしてスピードとパワー、キレの京都大軍。おっと大飛ばし、三沢が飛んでくる。しかし膝を押さえている三沢。三沢とタウロープに突っ体を見せるボディアタック、カウンター2返しました。さあ超スライ軍のペースになってまいりました。秋山にタッチを行います。エルボーを飛んでいく秋山純。おっと高速のエルボー、リングの中央、膝をガッツと落とした田上、押さえ込みます。アンドアツー、アツラッとしたファイトです。おそして今度はもさらに三沢にタッチ、速いタッチワークだ長寿大軍。ビキー、顎に当たったヨロメイター、そして岩石落としはラテンシティ。いいペース、カウントアツー。そして速いタッチワーク、赤コーナートップロープから秋山純がフライト、バックステップ、ここで不審タッチ。正規軍秋山が突っかけていきます。右が立った、なおもロープに飛んで、そしてエルボー、そしてノーザンライト、立て続けに技を出します。秋山カウントは2。じゃあ馬場さん、秋山のこの京都大軍のファイト素晴らしいですね。素晴らしいですけど、田上と普通につないでいますでしょ、はい、この田上一人に普通一人に集中したらね、もっと良かったですよね。なるほど。さあしかし秋山二三につないだフライングのラリアット。おっとエルボー、エルボー、川田はこれをかわしています。川田はかわしています。場外に逃げました川田。さあそしてタイガードライバーの体勢入った。田上が入ってくる、カットに入ってきます。ロージでカット、そしてバックドロップ、フシこれを10連発で菊池を葬りました。フシそして川田にタッチ、
連携を見せる、フリップした、ラリアット、加速がついています。さらに危ない、田植えが控えているぞ、田植えが控えている、三沢ピンチ、三沢危ない、三沢危ない、さあ、のど輪に抑えられて、落とされた。田植え、川田の世界タッグの連携、そして川本の先生、小橋がカットに入ります、小橋がカットに入る。さあ、秋山も入ってきた、6人が入り乱れる、おっと、父が秋山、そして、おーっと、ものすごい3つで投げられた。次は秋山を、そして川田が三沢を、そして田植えが小橋を、長州大軍3人とももろともに砕かれました。そしてリング上、三沢三沢が田植えに捕まった、いや川田に捕まった、これを投げ捨てる、エルボー打っていく、セルボー、おっとエルボー、川田どうした、こめかみに当たって野呂君も後ろに潰れちゃった、危ないぞ、危ない、タイガードラムを添えて、タイガードラムカウント、カウントは2、カロウンで逃れました。しかし馬場さん、今の三沢のエルボー、ちょっと川田の倒れ方心配ですね。いや、そうでもないですよ、もう常に心配ですよね、はい、こうなるとどちらが先に攻めるのか、フェイスロック、フェイスロックに入った、フェイスロックに入った、おそして先ほどのお返し、今度は秋山が後ろ、小橋ツイスト、そしてそしてスリーパーホールドに小橋が川上をスリーパーホールド、三沢は川田を仕留めるか、三沢は川田を仕留めるか、武道館の前哨戦となるか、あっと次が秋山から逃れました、カロウしてカットに入りました。全く相譲りません、正規軍と創世大軍、そして小橋が出てまいります。まずは DDT、 まずは DDT、 さあそしてもう一発、川田を捉えます、小橋健太、そして今度はお兄さん、おむしを握る、口が入ってくるぞ、秋山と飛んで三沢も牽制する、待った、飛ばしが待った、カウント、カウントは2、カウントは2、飛ばしのこの表情、飛ばしのこの表情、スリーは入らない、川田を仕留められない、川田跳ねのけました、逆転兵、飛ばしセンターなおも攻めていく、そして今度は何か片膝を落とした、こらえている川田俊明、強引に持ち上げるか、リバースで返していく、しかしなおも攻めていく、顔面蹴り、そしてロープに飛んだ、あーっとカウンター、ウィリアムスを葬った、川田のカウンターのキック顔面に入りました、飛ばし勝てるか、見事に入っている、そして川田はここで口にタッチ、あー口がファイティングポーズを取ったぞ、白い縁が赤鬼とかす、まずは円錐切り、おお、小橋もこれをこらえている、100でこらえる小橋、追い一発転入円錐、顔も倒れない小橋センター、さあこうなるとどちらの企画が上回るのか、円錐切り3発目、なおも倒れない、顔面真っ赤、ヘッドバット、しかし小橋は倒れない、26歳日本男児小橋は倒れない、ロープに来た、そしてフォアジャム、カウントはカウントは2です。さあ小橋の近くが気を上回るか、おおおおお、これはウィリアムズの得意技、オクラホマスタンピート、驚いた小橋健太、カウントは2、じゃあ馬場さん、これは驚きましたね、小橋健太、何でもね、やったらいいんですよ、小橋健太、まさに無限に成長を続ける男、そして今度は必殺クローバーボールド、吉田が投げに入った、田植えがカットに入る、しかし足を差し置いて田植えに熱い視線を投げかける小橋、いや、
行く、足がしぶってました。そして高速3倍速のジャッジ兵、ものすごい表情だ。作戦バチバチとバチバチと強い人の視点が合う。ねじ伏せる、張っていく、張っていく、さらに向かっていく小橋。あと広島ホイップ、広島ホイップ、広島ホイップです。さあそして田上、今度は何を持っていく、今度はコーナー、フルファイトに出ました。田上明、ブーイングをエネルギーに変える男、田上。そして誰につなぐか、小橋、秋山につないだ。秋山が飛んでくる、まずはエルボー。そしてノーダンライト、スープレックス、北斗、現場固め、アンタッチ。30分経過、30分経過、30分経過。あとノーダンの時待っていた、ラリアット、小橋が入る。これを利用して吹きが入ってきます、正規軍。この辺りはさすが、心得ています。そして秋山をまずは岩石落とし一発、すぐ立ち上がる。あっとこれを受けてしまうと危ない。今度は2発目、23歳の若者に激しいプロの洗礼。カウント2で跳ね返しました。そして川田にタッチ、秋山をロープに2つ、おラリアット川田はバックを取っている。丸め込んだ、丸め込んでいる、アンカー2。あっと、そして顔面に蹴りが入りました。目まぐるしくなってきた両者、両タッグチームの戦い。ノドワトシ、あっとファーストに入ろうとした小橋にも、さあ戦いが分断され始めました。リングの上、カウエが秋山を攻めるか、ノドワトシ3台目に溜めた。カウント3、カウント3入ってしまいました。31分19秒、川野橋明、川野明、嵐の正規軍対京都大軍の対決、秋山潤が最後は田上明に止められてしまいました。勝負タイムは31分19秒。